自分はフィットネス中毒だと思われます。この症状について何か考えられますか？フィットネス中毒、まあ、あのこのボディービルをやる人というのは中毒になりやすいというか、打ち込みやすい性格で、自分もまあ打ち込みやすいというか、まあ、ボディービルは自分の時間でやって自分の成果が目に見えていってると、で自分がコントロール、全てをコントロールできるので、まあ、楽しい。だからこういったことは中毒というかのめり込みやすいのね。まあこれバランスが大事だと思います。でもちろんボディビルはあのやっぱりその片手前やるんじゃなくて、これ仕事としてやってるわけなんで、まあのめり込みすぎる方のめり込んでるんだけれども、まあ、あまり深く考えすぎない、ね、例えば大胸筋発達しないからってそれを悩んじゃうのね。ではあまり よくないというか、まあ、中毒っぽくなっちゃうんだけれども、まあ、あの気楽にやるということが大事で、これはあのマラソンなので短距離走じゃないのでね、まあ、5年、10年、15年、自分の場合は30年やってるけれども、まあ、まだまだな習うことだらけと、ね、学ぶことだらけ、発見することだらけなので、まあ、あんまり焦らずにね、結果を焦るという気持ちは分かるんだけれども、やってください。で、あと他というか、まあ、気晴らしというかね、例えばあの趣味は何ですかと聞かれるんだけれども、趣味はね、何ですかって聞かれても困る、一番困る質問なんだけれども、特にボディビル以外はなくて、ボディビルが仕事であり趣味でありだから、本当にまあボディビル以外何もなくてもいいって言ったら嘘だけれども、まあ、それに近いぐらいハマっている自分ですけれども、だけどまあそれがストレスになったっていう覚えはないな。あとね、ボディビルこんなにやってるんだから何でも長続きする性格なんですかっていうのはなくて、ボディビル以外はものすごく飽きやすいです。なのでこの Q&A もいつか飽きるかもしれない、すぐ飽きるかもしれない。今のところ何ヶ月か続いてるんだけれども、まあ自分がやってきた他のものの中で長続きしたことものほとんどないね。もうすぐやめちゃうな、なんかそういう性格です。